こんなところに呼び出してごめんなさいね。あなたに一つ言っておきたいことがあって。あ、そんなに構えないで。私の言い方が悪かったわね。あなたに言っておきたかったことはね、その改めてお礼を伝えたかったのよ。いつもありがとうって。改めて言うなんて変だと思うかもしれないけど、こうでもしないと私の感謝の気持ちは伝わらないと思ったの。いつも私たちミューズを支えてくれてありがとう。あなたがいなければ私たちここまで来ることができなかったと思うわ。今日のライブはあなたのために頑張るから最前列で見ててね。今回はミューズのみんながバラバラの衣装を着てライブするのよ。あんまりない試みでしょ。あ、リハーサル始まっちゃう。じゃあ行くわね。絶対に最後まで見ていってね。